お、怒る。見えな。俺は視聴者さんに助けられたわ。つまり俺は先入観の渦の中に閉じ込められてたってことか。以前僕キョトビを暗殺できるかってことをやってまして、その時結局暗殺はできなくて通常攻撃を当てちゃったんですね。まあ、その時に運ばれなかったから運ばれないという先入観を植え付けられてたんですけど、ありがとうございます。助けてもらいました。僕はもうほとんどピーチ姫です。助けてください。ちょっとそれはいいんだけど、罪じゃんこれこそ。一応あの罪なのでできませんってコメントしちゃった人いるんですけど、その方に謝りたいです。ごめんなさい。そして助けてください。いきます。お、すげえ怒る。でも全然違う方向に、全然違う方向に連れてかれてんだけど俺。絶対違うだろ、絶対違う方向行ってるだろお前。なんか空中走ってんじゃねえかお前。あ、そして積んだ。真逆の方に走ってますね。あ、ほらほら、急に投げ飛ばされるんですよ。おお、まだ動く、まだ動く。何このちょっと嬉しいわ、動いて。てかね、あらかじめここに演出突入タックルでここに落ちる運命にあるんだけど、もはやここで最初からここにいるというのはどうでしょう。へい。あ、やっぱりダメなんだ、最初から落ちてても。というか最初から落ちててもラリっちゃうみたいですね。ここら辺でいいですかね。もうちょっと奥でも面白そうだけど。あ、演出突入タックルのモーションに入ってますけど、なんだろう、捕まえてくれない。あれ、捕まえてくれないみたいですこれ。なんでやろ、乗り物に乗ってると捕まれないのかな。あ、もういいや、キョトビ死んじゃうからもうさよなら。あれ、やっぱ演出突入タックル発動しねえな。なんでだろう。待って待って、死んじゃうって。キョトビ死んじゃうから離れよう離れよう。蹴りになるんですけど通常攻撃が。お、これタックルのモーションじゃない。おい、タックルモーションの方でしょこれ。よろしくお願いします。これエンターテインメントでしょ。キョトビーランドじゃないのここ。キョトビーランドだと思ってるので俺は。キョトビーランド。やべえ、すげえ水の上走ってるみたい。あ、もう終わり？アザラシ、やべえ。スプラッシュマウンテンだ、スプラッシュマウンテン。やっほーみんな。スプラッシュマウンテン楽しいね。待てよ、待てよ。なんかだんだん俺浮いてきたけど。スプラッシュマウンテンすごくね、肩車になっちゃった。あ、元に戻った。すげえぴったしじゃん。壁にぶつかれた罪みたいな感じですね。
よし、行け。ちゃんと水、もう水の抵抗がすごそうだけど速度変わらないですね。あー、あわよくば船にぶつかったら面白いななんて思ってますけど、そんなぴったり行かないでしょうね。行く行く行ったら俺じゃね、ボーリングのストライクぐらいすごいくね。宝くじで5等当たるぐらいすごくね、これ。外れた。うわ、スペアだ。待って待って待って、ええ、キョトビどっか行った、キョトビどっか行った、おい、キョトビどっか行ったんだけど、ねえねえ、なんか地震みたいになってるし、現在は使えないロングシップ。キョトビどっか行った。あ、いる、キョトビだ。これキョトビでしょ、これ。あいつ生きてんじゃん。俺もあっち行こう。じゃあ、お、温厚なキョトビになってる。Yeah.